子どもの減少によって今年度で廃止となる那須塩原市の保育園で今日、閉園式が行われ、長い歴史に幕を下ろしました。今月いっぱいで閉園となる那須塩原市の公立大貫保育園です。今日の閉園式には、卒園する4人を含む園児13人と、その保護者や職員などが出席しました。大貫保育園は1962年に開設され、これまでに卒園児887人を送り出すなど、61年の間、地域の子どもたちを見守ってきました。急速な少子化によって、2022年度には60人の定員に対して利用者が31人と半数近くになり、子どもの教育に十分な人数が確保できなくなってきたことから、今年度での閉園が決まりました。今年度は新しい園児を受け入れず、園児13人で活動していました。閉園式では、開設当初からの歩みをまとめた映像で、歴史を振り返りました。また、年長クラスの4人とその担任が作詞し、副園長が作曲した大貫保育園の歌をみんなで歌いました。歌詞には年長クラスの子どもたちの園での思い出が込められています。那須塩原市の公立保育園は今年度で廃止になる大貫保育園のほか、東那須保育園が民営化になり、来年度8園となります。この保育園がこれからなくなっちゃうことはどう思いますか？悲しいです。何か楽しかったことは何ですか？だってもちょっとで縄跳びするのかと思って、自分の個性を伸ばしながら大好きなことをたくさん見つけながら人の気持ちに寄り添える、そういうお子さんに、大人になっていただけたらなと思っております。